どうも、チューバーチャンネル TV、神谷です。今回も、無双オロチ2アルティメットゲームプレイやっていきたいと思います。さあ、後陣に移動していきましょう。戦場選択第4章。さあ、今回はこちら洛陽攻略戦やっていきましょう。妖者が出現し、世界は危機に陥った。しかし時を超えた者たちの尽力で人間は一致団結していた。皆が勢力を超えて手を取り合い、妖者と妖魔軍に対抗していた。ところがそのような時流に従わぬ者が一人いた。紹介である。紹介は妖者出現の混乱に乗じて洛陽を制圧、その地を都として己が国の成立を宣言したのである。天津祭周辺勢力に宣戦布告、領土を拡大しようとしていた。世界が危機に瀕し、皆が協力している時にあまりの不幸。元同僚として長く近くにいた者として、当該は紹介を止めに行く決意を固めた。このような世界の危機に己が国を築かんとする。紹介殿、なんという不幸か。この事態は早急に収めなければ。もしやつを持つ他の者まで続いたのいたならば、人間同士の結びつきは崩壊してしまいます。そうなってしまっては妖者を倒すことなど不可能でしょう。ならば紹介殿を止めましょう。我々の手で。戦闘開始。洛陽城内への潜入に成功。これより敵防衛線の背後へ味方本体を援護する。人相な攻めだな。この程度で私の防衛線を破れるものか。一息に押し返し殲滅しろ。この門は仕掛けで開く。どこかに装置がある。ここで無理に攻める必要はありません。ゆくゆく信じて戦線を維持する。良い働きを見せてくれ。この門は内側から閉ざされている。まずは本体の援護を。私が出よう。不正解。あの土砲は厄介です。落ちていると火が生すばかりです。どこから射線。くのいちの無双発動。開門装置作動。これで先に進む。私が出よう。身の程を
装備の無双発動。宇宙の無双発動。合体無双発動。
用意は完了しているようですね。フォレスト、聞こえますか。あなた方はすでに包囲されています。私が紹介殿についていても待つのは破滅のみ。我らに投降なさい。もはやこれまでか。行きましょう。巨軸の王を止めるのです。爽快だろ。かような世界の危機になぜ。世界の危機など知らん。私はただ目の前に伸びる栄達の道を歩んでいるだけだ。混乱に乗じて己の勢力を拡大しようだって。あなたは何を考えているのです。そなたの振る舞いは間違っている。負け犬。私の邪魔をするなら処分するだけだ。私の邪魔をするなら さあ、紹介を撃破していきましょう。強い信念の父、貫かれた姿勢は立派だ。だが、時を誤っている。今、人間同士が争っている場合ではありません。みんなで協力せねば、滅びに沈むのです。あなたが手にしようとしていたもの。どうやら、木を見誤ったようだ。いいだろう、この正式お前たちは貸して。紹介が仲間に加わりました。いたか。これぞ豪華者の戦。というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。